高知県 JR 土山線聞き込み発見旅、旭駅でたどり着いた世界の金とは。すげえ、すごい、金だけポンってあるんだ。こんな感じであるんだ。あ、初代よりもこのコインのあれが増えてる。多い、増えてる。いやでもすごいね。どんな音するんだろうね。すごい興味がある。次鳴らすの3時でしたっけ。そうです、ね、ああ時間がね、もう行かなきゃいけないんですよ、ね、電車の時間があるからね。電車の時間何時？いやもうあと、もうそんな時間ないよ。あ、じゃあさ、エアーでさ、あの何にしようよ、鳴らさないで。ほんまカランカランって。まあいいけどさ、それそんなんで納得できるよ、そんなの。せーの、カランカラン。動かないんだからさ。あ、変な変な羽もね、チャイムの代わりもしてるもん。なんか鳴らしちゃったかと思った。びっくりした。びっくりした。思ってたんと違う。これじゃないよ、これじゃないよ。これじゃないの？これじゃないんですか？これちょっと今のですか？今のこれじゃないですよね。もっと金のねっていう、まあ、なるほどね。これオンエア見てる人にはちゃんと編集してお届けしますので、うん、なるほどね。平成17年から使われている二代目の世界の鐘。毎朝8時半と午後3時に生徒の代表が鳴らしているそうで、その実際の音色がこちら。名所登録7つ目は町に響く高知中学高等学校の世界の鐘。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お世話になりました。いやー、いい学校でした。ねえ、よかったね。ありがとうございます。高知学園、これ名称7個目です。7個目、あと3つだよ。もうあと時間どれくらいですか？出発1時半なんで、あと1時間、ちょうど1時間ぐらいです。結構あるね、はい、どうします1時間でも。高知に行ったらあまり時間がないことを考えると、もう1個あった方が安心だね。ありがとうございました。写真撮らせてだって。かわいい。これがね、私が唯一の感じでね、写真を撮るの。けどね、忘れちゃったね。そうなんですか。え、お母さん撮ろうよ。なんていうんですか。はい。ご主人様によろしくね。え、ないです。独身。独身です。独身なんです。独身。そうなんです。45なのに独身なんです。いや、嘘。何が、ちょっと何があるんです。せっかく記念写真を撮ったので、さらなる名所を聞き込んでみたものの、情報は得られず。そっか、聞き出せなかったな。仕方なく次の駅を目指すことに。さあ、次どこ行きます、杉ちゃん。次はもう円行寺口。なんで？もうお寺は必ずあると言ってくれてますから、ね、もうそこに遠行寺が大丈夫です。何か言われがある、ゆえんがある、何かがあるかもしれない。というわけで、由緒あるお寺を期待して遠行寺口駅へ。こんにちは。こんにちは。暑いですね。ね、暑い。ピロマットになるね、高知は。本当でしょう。高知にいたら焼けますね。すげえだろ。え、妹がめっちゃ好きなの？嘘だ。今でも？俺でいいの？俺のポスター貼ってくれてるの？めちゃくちゃ嬉しいやん。ジャケットまで撮るの？買ってる。まさか俺のポスターがあるとも知らなかったけど。え、妹何歳ですか？小5。かわいい。男の子、女の子。女の子。やだ。2分でお隣の遠行寺口駅に到着。ファイナル、ありがとうございます。妹ちゃんに。あ、椅子なの？家なの？家近いの？
ねえねえ、スミちゃんのポスター貼ってんの？貼ってます。え、超見たい。でもさ、ダメか。あ、実家が高知駅の方か。ねえねえ、で私が入谷の方にいるんです。その妹が貼ってあるのは高知駅？高知駅の。あ、そっか、残念だね。見たかったな。よろしく言っといてね、はい、いやー、妹にも会いたかった。めちゃくちゃいいじゃん、会いたかったな。驚かせたかったね。そうだね。あ、知り合い？お父さん。お父さん、ちょっとお父さん。遠行寺、遠行寺、この辺でなんかあのおすすめスポットなんですか？あれ？朝の極楽寺ね、お寺さんが。ああ、すごいじゃん。すごいじゃん。なんでいいんですか。いやー、あれ名前がなかなか極楽寺。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すいません。あら、綺麗な方。鮮魚店。奥さん綺麗な。おお。おお。何屋さん？お魚屋さんだ。魚屋さんだ。綺麗に切って揃えてこの辺で。あまり知られてないけどここいいよというおすすめスポット。ああ、最近できたそのなんか手作りの針金を使ってなんか作品を作ってるお店ができてるんですけど、うん、そこもなんかね、まあ、とりあえずお寺に行って、時間があったらそっちに行ってみる。オッケー、ありがとうございます。すいません、助かりました。ありがとうございました。2カ所情報をゲット。まずは極楽寺を目指します。あれ、ちょっとお寺の上に、屋根の上になんかおかしな、なんかなんだろう、あのオブジェみたいなの。あれ、ちょっと変わってる。変わってる。しかも歴史がありそうな、古い。やだ、いいじゃん。いいとこじゃないですか。何ここ、すごい素敵な感じ。素敵。早速撮影交渉をしたところ、すいません、ありがとうございます。してないですね。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。無事に許可をいただけたので、まずは参拝。ありがとうございます。おみくじやってみない？あれよ、100円だ。果たして2人の運勢は？せーの、ドン、ダン、やった。え、なに？大吉。超吉。ほらね、ほらね。多くの人に優しく接していけば幸運に願います。接してきましたからね、よかったですよ。焦ってはいけません、はい、急がば回れということわざの通りによく考えてから歩き出しましょう。四国各地にある不動明王尊を巡礼する四国三十六不動霊場の第十六番霊場である極楽寺、弘法大師ゆかりの四国八十八箇所と並ぶとってもありがたいお寺なんです。名所登録八つ目は地元切手の由緒正しいお寺、極楽寺に決定。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、今何時？そうね、だいたいね、2時37分。あとどれくらいやります？1時間10分。1時間10分、はい、じゃあ、あの針金のとこ行ってみる。行ってみましょう。もう一つのおすすめ、針金アートのお店に向かいます。通り過ぎちゃってる。歩くこと15分。オーストラリア人、ほらほらほら、ここオーストラリアの方ですよ。オーストラリア人針金作家の。どうも。まずは撮影交渉を。お邪魔します。お客さんがいるときに。どうぞ。ありがとうございます。大丈夫ですって。ありがとうございます。 OK ですって。いや、かわいいね。さっき書いてあった、オーストラリアの方が針金作家。オーストラリアの方。オーストラリアの道具を使って。何ですか、オーストラリアではこういう針金の商品っていうのは、もう結構メジャーですか？パピュラーです。そうなんですか。オーナーのニコラスさんはオーストラリア出身。今から2年前に高知の美しさに惹かれて移住し、今年お店をオープンしたんだとか。ニコラスさんが作っているのは針金を加工したワイヤーアートというもの。この自転車はなんと1本の針金で作られており、まるで盆栽のような。こちらは針金を組み合わせたもので、お値段は2万円ほど。
ねえねえ見て見て、何名前入れられるんだって。ちょっといや作ってもらわない、どっちかの。いや両方作ってもらいましょう。俺も奥さんと二人のやつ欲しい。え、ちょっと待って、私とじゃなくて奥さんと。そんなんいらないよ。なんでよ。ちょっとどれぐらい時間がかかるんですかね、これは。あ、10分ぐらい。あ、10分だって。列車の時刻も迫っているので、作ってもらえるのはどちらか一人というわけで、最初はグー、じゃんけんぽん、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、やった。負けた。じゃあですね、エイジ、エイジハート香り。ちょっと待って、誰、奥さん。本当に奥さん、このさ、番組使って奥さんの、え、まあいいや、いいよ。エイジって何、エイジ、エイジなの。本名エイジなの。そう、自転車と、いつも。自転車もつけられる。かわいいじゃん、かわいいじゃん。自転車も買えばいいんだ。めちゃくちゃいい、ほら、惜しい。かわいい。じゃあ、選ばなきゃね、自転車を。これで、名前はできちゃうの、このフェンチで。人ってね。ね、すごいよね、これ。一本でできてんの、うん、めっちゃ器用。いいでした。できた。ありがとうございます。高知県 JR 路山線聞き込み発見旅。遠行寺口駅のワイヤーアートのお店で、スギちゃんのお土産を。いいでした。できた。ありがとうございます。こう嬉しい。素敵。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。最高。エイジハート香り、これはいいわ、喜ぶわ。そう、よかったですね。だけど人の幸せも喜べるようにならないと、たまに自分に来ないよ。そう。よかったよかった。名所登録9つ目は、オーストラリア人のご主人が営むホズワイヤーアート。いやよかったですね。いいのできた。いいのできた。ようやく名所9個巡れましたよ。あと1個だね。あと1個。いよいよ来ましたよ。いよいよ来ました。カウントダウン。高知駅で、どんなのも最後やっぱ派手にね、パーッと行きたいですね。あ、それはわからないですね。うん、というわけで、いよいよ旅の終着、高知駅へ。最後でございます。ありがとうございました。何でしょう。いい路線だね。ねえ、ね、うん、また遊びに行きたいよね。うん、うん、ちょっとレトロなこの感じがね、なんとも本当にいいよね。懐かしい感じ。ついにやっぱちょっと都会です。都会、え、すごい都会ね。もうこんなビルが山ほどありますね。4分でついに今回の終着、高知駅に到着です。行けるわ。最後だ。着いた。最後。よっしゃ。よし、ありがとう。電車ありがとう。ご参戦ありがとう。世話になった。生でありがとうございました。ご参戦。タイムリミットまでおよそ1時間、残る名所はあと1つ。うわ、すげえ、見て、出た。 あれ全部ドームさんだ。ああいうの見たかった。あ、あるわ。 あったあった。あれやっぱ中岡慎太郎先生、坂本龍馬先生。 あ、竹地半平太先生だ。竹地半平太さん、うん、わ、すごい立派だね。勝ったんじゃないんだ。意外と時間がないんだ。あ、そうそう、時間がない。時間がないんだよ。どうするかね。人を選び、もうたまちゃん、たまちゃんに任せる。もう俺は駅にはいっぱいいたけどさ、見る目がないから。こんにちは。こんにちは。すいません、この辺でおすすめなものご存じないですか。私も旅のものなので。ああ、そっか。なるほど。ありがとうございます。まっちゃんに聞いてみる。聞いてます。犬を連れてるってことは、うん、地元の方は間違いないんでしょう、ね、かわいらしいワンちゃんですね。かわいいね。何犬だろう。
高知県嘘どっかなんかありますか、この駅の近辺おすすめのところありませんか。高知ないね。ないですか。そんな一本なさそうで、え、ありそうでなさそう、うん、あ、そうですか。かわいい、かわいいね。バイバイ。めちゃくちゃかわいいね。かわいい、ね、ありがとうございます。地元の方ですか。高知の方ですか。あ、ちょっとすいません、ちょっとだけ聞いていいですか。この辺のことを聞いてもいいですか。やった。でおすすめのところってありますか。高知のおすすめ、歩いて行けるところがいいんですけど。24万石。え、何ですか24万石って。大谷町の中に大丸の向かいに24万石って、はあ、何屋さんですか。これか、料理屋。高知の料理が、高知の料理は、うん、カツオもあり、ちゃんこ、ちゃんこある。もうさ、この時間やってるかな。やってるの。電話しちゃうか。テレビの取材でなんかお店の方と知り合いだそうで、直接電話していただくと、はい、すいません、どうも、スギちゃん、イエーイ、休憩ですか。うん、5時までには帰ってらっしゃる。じゃあ、どうしましょうか。じゃあ私たちが入ってしまう、店長のが OK 出ないとダメってことですよね。なんと店長さんが不在で撮影許可の判断ができないとのこと。これは大ピンチ。まあ一気よったらあれやない、うん、行って、うん、じゃあ行きましょう、うん、時間行っちゃう。じゃあほんな、じゃあ今徳原さんは店長に連絡を今取ろうとしてくれてるってことですよね、うんうん、じゃあ私たち向かって行けるや。え、まあもう最悪店まで行ってそうかを聞いて、うん、そうしましょう。そうしよう。 OK、 ありがとうございました。ありがとうございました。残り時間はたったの45分。お店までは歩いて15分程度かかるというので、店長さんが戻ってこなかったら絶対絶命です。歩けないよ。これだ、これを右。あった。あ、24万石。あ、ここ、あ、大丸って。ほんとほんとすぐじゃん。あ、すごいなんか豪華な感じのお店だね。ね、徳重さん、果たして店長さんは戻ってきているのでしょうか。こんにちは。あ、電話した。店長どうでした。まだ連絡がつかない。あ、まだ。終着高知駅で残す名所はあと一つ。教えてもらったお店に店長さんが戻ってきていることを期待したのですが、どうでした。まだ連絡がつかない。あ、まだ。そうなんだ。電話してるんですけどね。もはや絶対絶命と諦めかけたその時、今電話かかってきます。ちょっと待って、電話かかって、店長さんから電話が。果たして。やばいな、あと25分しかないわ。あと25分しかない。あ、まずい、やばいな。 OK ですって。やりましたよ。やりました。ギリギリセーフ。危ない。25分前になんとか最後の店が行きましょう。はい、これやっぱもう、ね、ここの高知のものが、ちょっとお城をイメージしてるんですか。あ、ちょっとそんな雰囲気。そんな雰囲気よね。ですね。うん。天守閣。重みのある感じの。ああ。天守閣です。ありがとうございます。お邪魔します。何す。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すごい。すごい。すごいね。いやー、すごい。ちょっと前がいっぱいになっておりますが。あ、すごい。え、これで一人前？これ一人前ですか？さすが24万6000。これが地のものがずらりと並んだ24万石膳。これで2590円はお得。中でもとりわけ目を奪われるのが脂の乗った高知牛のステーキ。高知のお肉。うん、うん、もうお肉の味がしっかりしてて、ザステーキって感じ。ザステーキ、うん、うまい。いただきます。いただきます。うん、おいしい、うん、おいしいね。あ、うん、
いい感じになったと思います。ありがとう。あ、わー、あ、うまそう。おいしそう。もう一つの看板メニュー、ちゃんこ鍋。オーナーが大学時代相撲部で、もともとちゃんこがメインのお店だったんだそう。旨味たっぷりの特製醤油だしに、近海で獲れたアジで作ったつみれが相性抜群です。おいしい。うまい。だしとこのいろんなもののね、味が出てて、出ますね。めっちゃおいしい。味の次おいしかった。うまい。濃厚、濃厚、味が強い。アジ、アジでしょ。雑味のない、何の、ね、臭さもない、うんうん、美味しい味。名所登録10個目は土佐の国24万石。見事目標達成です。無事10個回れてね、それが嬉しい。間に合って。そうですよ、うん、まだまだ言ったらですよ、高知の一部ですからね。そうだよね。さらにこの大満足感、なんだろう、充実感がある。ありますよ。恐るべし高知県というところじゃないですか。ねえ、またやりたい、また来たい。ねえ、うん、こんなに美味しいものがたくさんあると思わなかったし、ね、絶景もいっぱいあったしね。いい人多かったな、高知の人は。いい人だ、良かった。かった、楽しかったね。大満足だね。ね、大満足ですね。出会いの数だけ名所あり、たくさんの触れ合いは温かい思い出。人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。